海賊ラジオ、レッズ力船はい、船長の大野聖太郎です。俺たちのレッズ声ピックアップ。この動画は、アプリラジオの聖太郎の海賊ラジオ、レッズ力船に寄せられた、たくさんのレッズサポーターの声の中から、お一人、こちら YouTube にご乗船いただき、紹介しております。さて、 いよいよ、浦和レッズのトレーニングキャンプ、沖縄近町も大詰めを迎えました。日曜日29日、J1 のサガントスとの一戦があって、それが打ち上げとなって、再び大原サッカー場に帰ってまいりまして、開幕までエンジンをさらに吹かしていくのではないかなと思います。いよいよ開幕の、そういう胸のワクワク感が、 高まってまいりますが、えもちろん、大原サッカー場に彼らが帰ってまいりましたら、町へ新体制の裏レッズを早速取材に行って、こちら YouTube の方でもお伝えできればいいなと思っておりますえ。多分同じような、ワクワクしながら、ちょっとした不安を持ちながら、開幕を待つ、そういうサポーターが多いと思います。その中のお一人が、女性サポーター、マケルレケータも長いです。 ワールドカップでサッカーが盛り上がり、J リーグもと思いましたが、長友優都の契約更新というニュースを最後に、J リーグのニュースにはあまりお目にかかっておりません。確かに。うちの主人は、ユンカーが抜けたレッズは魅力がない、なんて言うし。ああ、見返したいな。レッズよ、J リーグよ、お願いだから、こういう人たちをギャフンと、 言わせてください。という、マケレレケータからであります。まあ、1月のおしまいまでヨーロッパの遺跡史上、いわゆるウィンドウと呼ばれておりますが、まだ期間がありますんで、どんなことが起こるかわかりませんが、なかなかあの、日本のスポーツ紙の情報は、ちょっとヨーロッパのサッカーの細かい遺跡のところまで、 取材、行き届かないんでしょう。ですから、海外のスポーツ新聞やメディアが伝えたものを、いわゆるまとめて伝えてくれておりますがね。最近の中では、年明けからずっと、ギリシャ代表選手のギア・クマキスというフーバードの選手、セルティック所属の選手でありますが、 彼がことによったら裏らレッズにやってくるのではないだろうか。いや、アメリカメジャーリーグか。様々な情報が交錯していましたが、海外からの情報だと、どうも裏らレッズとは合意できなかった。最終的には、アメリカに渡ってっていうような情報になってまいりましたんでね。これもまだわからないんですよ。海外のメディアが伝えたことを、 こちら、日本のメディアが整理しながら、まとめて我々に伝えられておりますから。まあ、これは、売られずから、正式にリリースされるものでもありません。え、決まれば正式にリリースになるんでしょうけれども、決まらなかった場合に別に、噂になっていた、ギアクマキスを、我々は合意できませんでしたっていうような、情報は出てまいりませんから。これは1月のおしまい、まあ2月の頭には、確実な情報として、 出てくるんじゃないいだろうかと思います。決まれば正式リリースがあるということでありますからねまあともかくまだまだ入ったり出たりする可能性もあるというのが1月のおしまいぐらいでありますもしかすると電光石火の情報非常にポジティブな情報も出てくればいいなと私は勝手に思っておりますがさてクラブの方は2月1日付で田口誠さんが 代表取締役社長に就任されます。えどういう,う人物なのか、私はまだよく分かっておりませんけれども、ともかく2月1日から社長を変わります。そして J リーグは30周年です。野々村チアマンも去年のワールドカップのあのサッカーに火がついたような日本列島のそのムードをぜひとも積極的に日本列島の隅々まで 行き渡るような方針と施策でもって日本のサッカーを盛り上げていただきたい。もう、いわゆる J リーグっていうのはフレッシュなコンテンツではありません。これから成熟していくコンテンツ、いろんなやり方があろうかと思います。さて、聖太郎の海賊ラジオ、アプリラジオの方のレッズ力船、どうぞサポーターの皆さん、開幕を控えた J リーグの息吹をアプリラジオの方でも 盛り上げていただければいいなと思っております。たくさんのお便りお待ちしております。今回は聖太郎の海賊ラジオ、レッズ力船俺たちのレッズ声ピックアップ。この辺りでお別れします。どうぞお元気で。レッズと共にあれ、涙の数だけ強くなる栄光と誇りのために、J リーグと弓を真っ赤に染めるレッズ大航海時代が始まりました。 チャンネル登録よろしくね